何分撮ったの？8分撮るのね。あー、お疲れ。お疲れ。届きました。カップでかっ。やばいっしょ。今炎上見てたよ、炎上。これね、あ、これやべえから荒れてんな。ねえ、燃えてるね。カメラ直すわ。うん、それ靴だけでそのサイズ？いや、でかいよね。え、なんで正方形なの？意味がわかんない。いや、俺も初めて。確かにね。なんかさ、こう見たらね、2個で。そうそうそう。コンバースの2個とかね。そう。いやー、でかいですね。でかい。なんで正方形なんだろうね。買ったもんね。準備がよろしいようで。じゃ中切んないでね。怖っ。こんちゃんは、こんちゃんは、こんちゃんは、りょうちんが持ってきたこの箱のスニーカーを開封していきたいと思います。うん、これ何？マジでわからん。いや、でもこのタイミングで来るってことはさ、なんとなくわかんじゃん。例のあれですよ。例のあれです。例のあれ、例のあれが3つぐらい出てきて例のあれが3つも逆に出るんだいっぱい出てくる。これはあれだね、りょうちんですよ。行かせていただきます。え？まずこれ。こちら。異国の神。ああ、なんかちょっと、臭い。やっぱ、あっちの匂いなのかもね。酸っぱい匂いがする。わかんねえけど。もうダメじゃん、これ。破けてるじゃん、モザイクかけたらなんだかわかんない。これもう唯一無二だ。ほんとだ。うっすら。片押しみたいな。これはやばいね。あ、かっこよ。いいっすか、じゃあどうぞ。そうだね、久しぶりじゃない。では本日紹介するスニーカーはこちらでございます。ここからサンバキスクラシックでございます。クラス、うわー、あ、いや、なんでもない。はい、こちらサンバキスクラークスでございます。やばいですね。何ヶ月待った？半年ぐらい待った。いや、もっとだね。もっと待った。待ったでしょう。うちは何かが当たってたんだよね。何が当たってたんだっけ？忘れた。だから金がなかった。すんごい可愛くて、どうしようどうしようどうしようって言って我慢した。で、俺もなんかあのアディダスブーム入った時なんだよ。そうだね。あー、アディオになりかけた時だ。ローテクだーっていう、もう俺がなってる時だったから。開けます。開けますか？じゃあ見たくてうずうずして。いや、俺も行きます。わかんねえよ。かわいい。うわー、こういう感じね、アディダス。そうそう、なるほどね。あー、こっちからバーンって押したみたいな。そう、片押し、片押し。すげえじゃん。あ、でもさ、包まれてたらさ、あ、怖ー。やっぱこういうの破りたくないよね。これが大事。これ大事よね。外見が大事。ほら、だって今は履かないよね。まあ、そうだね。でもこの箱見ちゃったら逆にもう吹っ切れちゃって、あー、履けるかもしんないね。あー、こんな感じなんだ。めっちゃ包まれてる。おー、おっと、これくっつくね、クレープソール。めっちゃくっついてる。うん、やばー、めっちゃいいじゃん。めっちゃかわいい。なんかあの時はさ、画像を見て、あ、こんな感じなんだっていうのがあったけどさ、もう時を経て覚えてないの。ほら、なんかそこにほらついてんじゃんみたいな。ちょっと待ってって。ついてんじゃんみたいな。めっちゃ喋るやん。はい、こちらになります。かっこいいってか、かわいい。あ、思ったよりあれなんだね、サンバ感見えないね。嘘。え、なんかキャンパスって感じしない？ああ、なるほど。サンバってもっとなんか薄っぺらいイメージ。確かに、ソールがちょっと厚いね。うん、てかソールの割合が多いんです。すごいね。からだね。ああ、ゴムだね。あ、思ったより軽い。軽い。なんかもっと重いのかなと思ったけど、いや、全然軽かったわ。あ、そうなんだ。なんか疲れそうかなとかさ、いろいろ考えちゃったじゃん、最初会う時。どうなんだろうねみたいな。これゴムなのかな。ゴムですね。ゴム以外に何あんのや。めっちゃ可愛いじゃん。ハリーポッターみたい。そう、金だよ、金。
クラークス持ってないんだっけ？クラークス持ってない。あ、じゃあこの感触は初めてなんだね。色もいいね。色いい。てかこれ多分カメラで伝わるかわかんないけど、このホワイトじゃないんだよね。そう。ちょっとグリーンっぽい。そうそう、抹茶っぽい白なんだよね。そうだね。薄白グリーン。ね、グリーン伸びちゃいましたみたいな。え、これはいいよ。ではですね、こちらのモデルが何なのか今一度あの、うん、振り返りましょう。そうだね。あのキスのクリエイティブディレクターである、うん、ロニー・ファイグさんがアディダス・クラークスのトリプルコラボとして発売したモデルになります。うん、はい、アシックスとかのイメージもあったからね。あー、確かにね。ゲルライト3とかもね。で、国内で言うと2023年の3月24日に発売予定だった。3月か。うん、そんな前か。まあ、注文したのが3月の26日に、注文したから。で、購入希望者が多いことにより、うんうんうん、期間限定でオンライン受注を始めたということみたいですね。いい商売考えたと思わない？あ、反響いいんだ。じゃあ欲しい人に作って売っちゃおうみたいなさ。まあ確かにね。そういうことだよね。やっぱさ、サンバって言ったらサッカーのさ、うん、スニーカーみたいなイメージがあるじゃないですか。やる？チェックてグリップ力があってみたいな、薄っぺらくてみたいな。やるか。やばいだろ。そこにこのクレープソルっていうのはよく考えたらなって思う。いや、すごいよね。確かに。でも結果さ、ほらインラインでさ、クレープソールのスタンスミス、あ、確かに、うん、あるよね。うんうん、あれも良かったもん。何のスニーカーにもクレープソールってあったりするから、うーん、案外ね、あのこれじゃなくても手に入ることはできるじゃない。履いた感触とかを味わうことは可能ではあるよね。うん、なんかセットアップとかにも合いそうじゃんこれ。そういうのもいいけど、本当のテーラードジャケットにさ、うん、スラックスとかもさ合うね。合うよね。スラックス合うね。合うでしょ。っていうかこれ別の色も見たかったね。そうだね。黒とか。これ三色展開だからね。今となっちゃ黒かなっていう話もしてたんだよ。でもザ・アディダスみたいな感じがして、なんかこれめっちゃ可愛いけどね。まあサンバ王子って感じするよ。うん、わかるわかる。で、まあ一択だったよね、その時は。その時はもう絶対これでしょって。てか多分世の中的にも多分グリーンは永久的に人気や、うん、なんかトレンドに入りやすいから、うんうん、いいとは思うんだよね。ハズレではないけど、うんうん、3色注文した人もいるんじゃないかな。あ、そうか、受注だったらね、弾かれないもんね、うん、え、これ値段いくらだっけ？実際俺が引き落としかかった金額で言うと3万6千弱全部込みで。全部込みで3万6千だって。おお V6K90 の、うんうんうん、と比べてこっちの方がやっぱプレミア感は強いよね。まあ確かにね、同じ値段だったら。うん、額だけ聞いたら痛いな。いや、アディダスっていうかローテクだからね。そう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 なのよ。そこだよね。そうなんだね。そう。さあ、ディティールを見ていきましょう。アッパーはやっぱり上質なスウェード、ヌバックに近いんじゃない。もうすごいいいじゃん、上質。指の跡がね、残っちゃうくらいのスウェードになってます。ロゴのついたこのクラークス特有のね、なんて言えばいいんだろうこれね、ストラップタグみたいな。でもこれさ、クラークスにもついてるよね。ついてるついてる。2枚、なんか大事にしてるよね、コラボを。ロニーファイングクラークスと書いてまして、片方がアディダスクラークスファイスで、3ストライプはまたこれもなんか脂肪感のあるレザーでグリーンになって、中端にもロゴがついてます。で、わざわざレザーが貼り付けられて、え、中端が二重になってる。ここ不思議だよね。スポンジとスウェードの二重になってるんで、すごいもちもちしてて履きやすそうな素材になってますね。アッパー自体が肉厚で、なんか俺が持っているサンバ、これもちょっとコラボ品で申し訳ないんですが、なんか分厚くない？だから別物だね、やっぱり感覚は。本当にズバックみたいなスリレザー、こうやって見たらだってローファーにも見えるもん。確かにそうだね。で、つま先部分は濃いグレーになってまして、これもね、すごいいい色なんですよ。シャドウグレーっていうかね。あ、これもレザーなんだ。うん、ってことはすごく履きやすいですね。インソールにもかかと部分にこういう風にレザーが貼ってまして、ロゴがあります。これ履いた時どんな感覚なんだろう、ちょっと不思議な感じがするわ。ソールは今回のこのクレープソール。
て2枚になってまして、ここがまた柔らかいクレープソールになってます。インソールのさ、本当だ。何レザーが書いてんの？ゲニウム、ゲニュ、ジェニュ、ジェニュエンレザーって書いてますね。まあ本物のレザー、本革っていう意味だろうね。すごいじゃないですか。こんな感じでございましたね。いや、めっちゃいいですね。いい、待たせられた甲斐があったって感じ。いや、あのね、もはや、時間経ちすぎて、あのただで、もう支払いは結構前に住んでんでしょ。もうとっくの昔に住んでるから。あー、そっかそっか。シューレースは今回1本なんだね。エメとかとかだとさ、3本ついてる。あー、確かに。色違うの？真っ白。じゃ、え、じゃ、こっからセール？こっちがセール。で、こっちが真っ白。なんか大して変わんなくない？そうだね。じゃあせっかくならね、両親に履いて、履いた感覚を聞いてみましょう。楽しみだね。うちの、あの、履くときはですね、この上なんですよ。ここ。あー、この上。ここの上なので、で、これマジぐらつくんで端っこいかないように。ほんと危ないから。カメラで見るとやっぱ白っぽいね。実物より。そうかもしれない。どうすか、どうすか、どうすか。いいぞ。黒い。何がいいの？何がいいの？そこが大事なんすよ。何が？ででん。おお、わあ、柔らかい、柔らかい。うわー、この感触わかんねえやな。でもクラックスなのかな、履き心地は。やっぱでもほら、そこ一枚さ貼られてる感があるじゃん、ここね、一番下。そう、でもこれはね、クラックスもそうなんだよ。あ、そうなの。作り的には。ほうほうほう。いや、これ本当に普通に多分一日歩いても疲れないんじゃないかな。あ、そんな感じがするんだ。ここ不安だったけど、8にすればよかったかなって思ったけど。あ、じゃあ自分のサイズで買って OK ってことだね。でもなんかこうやって見ると、普通の3倍より幅広いかも。やっぱりね、ちょっとボテッとしてる感じあるよね。なんなら俺の3倍と履き比べしてみましょうよ。はい、これが3番の。ああ、身長の盛り具合も全然違うっしょ。 それぞれの良さはあるんだけどね。そうだね、やっぱこっちの方がやっぱりソール厚い分ちょっとポップに見えるかもしれない。はい、そんな感じでございます。いいですね。俺の靴下だと、あ、結局内側がスポンジになってるっていうのは、そういう意味でも。そういうことでね。優しい、すごい優しい、これ。まるで、あれだね、愛のように優しいね。今僕のサイズで46,000円。プラ1万。まあ1万プラならいい方なんじゃない、やっぱりサイズ小さいやつの方が値段は高いかな。バカ高。12万。え、私のサイズは12万。絶対無理。12万ではいらないよね。いらないね。いらない。クラークス買っちゃうよね、2、3色ね。これ実物見るといいなと思うけど、だから4万なんぼで買うんだったら他を選んじゃう。俺も買わないね。でしょ。その値段では。いや、ありがとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。頑張って買ったあれですね。そうだね。今回はサンバクラークスの紹介でございました。気になる方は買ってみてはいかがでしょうか。本日も誰かの何かの参考になればいいなと思います。はい、最後までお付き合いいただきありがとうございました。 If you don't care